ワンダーランドアミューズメントパークを編集中ワンダーランドアミューズメントパークは1990年代後半に中華人民共和国北京市郊外の昌平区南口地区にアジア最大の遊園地を目指して建設が計画されていたアミューズメントパークの名称。しかしその建設は一向に進まず10年以上建設予定地が放置されたままとなった場所。 最終的この計画は中止となった。名称は、現地のメディア報道では、坂下ン遊楽園、英語では、ワンダーランドアミューズメントパークと表記されていた。1990年代後半対応国の不動産、開発業者である、レインウッドグループが、北京郊外北北西にある鎮圧村に、100エーカーのアミューズメントパークを建設する計画を立てた。 完成すれば、アジア最大の遊園地となる予定であった。1998年に着工されたものの、土地の買収にあたり、価格の折り合いがつかず、2000年頃建設計画が、とんざした。その後この予定地は、長期間にわたりしつかずで放置されたままの状態が続いていた。2008年に、この計画を復活させる動きがあったものの、実現することはなかった。 その後、レインウッドグループは別の事業に関心を移したことにより、ワンダーランドアミューズメントパークの計画用地は、トウモロコシ栽培など、生産活動の場として明け渡すこととなった。この計画自体は長らく世間から忘れ去られていたが、建設途中のいくつかの建造物が未完成のまま、不気味に放置されている状態が、2011年12月写真家のデイビッド・グレーにより、 再発見され、彼が撮影した複数の写真が公開された。2014年9月には、イギリスのタブロイド紙、デイリーメールが組んだ、特集、世界の7オームだ、観光資源プロジェクトの中の一つとしてピックアップ、されている。ありがとうございます。